去年は東海ルーキー1位を取れて、まあ、3連覇できましたが、まあ、全国で、勝てなかったので、今年は全国でも勝てるようなチームにしたいと思います。やはり全国に出てみると個の力で負けるっていう課題が出てきたので、今年は個の育成を中心に、個でも勝てるチームに仕上げていきたいと思います。